九州北部を襲った記録的な大雨で、昨日新たに4人の死亡が確認されました。福岡、大分両県で死者は29人に上っています。被災地では今日猛暑日となる予想で、屋外での復旧作業などに十分な注意が必要です。行方不明になった女性2人を探す活動がえ今日も自衛隊によって夜通し行われています。 警察によりますと昨日朝倉市萩の3つの地区で4人が心肺停止の状態で見つかり全員の死亡が確認されました今回の豪雨で福岡、大分両県でこれまで29人が死亡し21人の安否が分かっていません一方大分県日田市では110人が孤立した状態でしたが昨日道路が復旧し孤立状態は解消されました 被災地ではきょう最高気温が35度以上となる予想で屋外での復旧作業や避難所での生活には十分な注意が必要です。